自民党総裁選27日投開票に出馬した9人の候補者による候補者討論会が14日、東京都内の日本記者クラブ主催で行われた。小泉進次郎元環境省43が自身が総裁に選ばれたら早期の衆院解散に踏み切る構えを示していることをめぐり、質問した読売新聞特別編集委員、橋本五郎氏が進次郎氏の答えにムッとする一幕があった。橋本氏は 新次郎さんだけが早期解散を言っているが、国民は何を基準に選んだらいいのか。せめて与野党論戦があって、新しい総理はどういう態度で国政を運営しているか、それが分からずに、選挙で選べというのは無茶ではないのかと指摘。これに新次郎氏は、何月何日に、とは言わないですよねとはぐらかすように答え、超ベテランの政治記者で知られる橋本氏は、そりゃ言いませんよと応じた。新次郎氏は私は私 できるだけ早期に解散と言っているが、まるで総裁選が27日に終わって、その日に解散するような印象で、橋本さんや一部の方が言っているかもしれないが、できないんですよ。なぜなら、臨時国会で主犯指名があるからと、首相選出の手続きに言及。総裁選後、10月1日にも臨時国会が招集され、この場での首相指名選挙で新総裁が第102代内閣総理大臣に選ばれるが、 日本政治の流れを知り尽くした橋本氏が知らないわけはなく、挑発、するような口ぶりだったこともあってか、橋本氏はそんなこと、分かってますよと、むっとした声で応じた。